はい皆さん毎度毎度資生堂の宿毛矯正をメインに使ってます成分見たらモノエタ入ってますねで柴ちゃん先生毎度毎度ねうちもちょっと見てみたら H と N があって N はちょっと分かったねやっぱモノエタ入ってるね H, に H もやっぱり入ってるのかなハードタイプの方にも確か資生堂さんが最初に出した宿毛矯正剤アイロン型ねの歌い文句は あの揮発性アンモニアを使ってるって言ってたんだよねそれが開発コンセプトかなと思ってでそれから大したことなかったんだよねだからいまいち伸びなかったんだよねでそれから使わなくなってあまあ新しくなってまああまり使わなかったんだよねそしたら気づいたらモネタのラミ入れるようになったんかい <laughs> インチキストレートの時は加温したのでちりついたと思いますインチキストレートアイロンかけないタイプかな薬一液をただ塗って加温して これねうちの方でやった時は強いプレミアチューをかけてあれもモノエタ入ってんだよねそれから15分置いてからミルボンの SH あれもモノエタ入ってんだよね MEA 液っつってねしたら硬い毛はしっかりした毛は別に問題ないんだけど表面のアホ毛みたいのがチリ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 ,チリもう浮いちゃってるっつうの。 そそれこそ宿毛矯正だからストレートアイロンとかストレートパーマかけてないみたいななんか浮き方なんだよね、あのアホ毛がピリピリしてね。まだうちの方もね、本格的にやってないんだけど、アイロンを使わないストレートパーマね、アホ毛が多い、ほら、トップ周り目立つところね、つむじの下ぐらいまで、これはもう、一液をつける時間を短くするつうの、他は一液つけて20分ぐらい置いちゃってもいいんだけど、そこだけは、あの、 やばそうなところ、トップの辺りね、アホ毛がピリピリしたらまずいところ、あそこはもう5分とか、1液つけて、もう2、3分したら2液つけちゃうぐらいまあ、誰かに実験的にかけようかなって思ってるね、前にずっと頭の中でね、何回も何回もね、考えてね、かけてんだけど、ほとんどがね、あの染めた方が対象になるからね、あトップの部分だけ酸性の、まあ、し矯正剤。 あれは手触りが良くなる程度で、は本当にに伸びなないからねねどんなに頑張っても、ね、あとシステアミンっていうのも考えられるけどね、あのシステアミンもさ、つけてさしっかりアイロンかけて、でやったつもりでも、やっぱりたまにそういうシステアミンで前回かけてきたって人がいるんだよね、あの名古屋に行ったからかけてきたって。で、たい毎月かけてね、その人はうちでね、だから来た時のさ、もう第一印象でかかってないじゃんってすぐ分かるんだよね。 うん、前回かけた割にはもう全然効いてないってねシステアミンってだからそんなもんなんだよね、まあ、どんなアイロン使ったかにもよるけど、まあ、システアミンはたかが知れてるよねでなんでシステアミンってわかるとやっぱりみんなパーマかけてる人だとわかると思うけどねシステアミンかけた髪の毛ってのは匂いがわかるよね濡らすと変な匂いがするからね、うん、はいお疲れ様でした